皆さんこんにちは、夏見台幼稚園保育園園主の鳥居と申します。前後のビデオニュースでご覧いただいたように、私は子どもたちにうんちの話というのをエプロン姿でやっております。もうこれで数年、何年かずっと継続して年に 1,2 回で、ただうんちの話するだけじゃなくて、やはり腸内細菌の話を聞いてほしかったんですね。それをどううまく興味深く楽しく伝えられるかということで、工夫しております。でそもそもなぜ私腸内細菌に興味を持ったかと申し上げますと、数年前にこの本ですね、あなたの体は、9割が細菌というこの本を読んで、であ腸内細菌が実は人間の免疫系のみならず、もう健康全般で脳まで操っているということを理解しまして、非常に衝撃を受けました。それで、私たちの給食のメニューも食物繊維をものすごく意識して、特に海藻類ですね、海藻はやはり、わかめだけじゃなくて、もずくとか、いろいろですね、工夫して出そうというふうな、内容に反映させていきました。でそもそもなんで私腸内細菌に関心があったかと言いますと、実は私これ私の小学校2年生の時ですね、非常に体大きい、大きいというか、はっきりと太ってますけども、肥満児だったんですね。でこれは もっとちっちゃい頃からです。もう本当幼稚園その前からですね。でこれ小学校5年生ということで、食べてるのは毎日のように食べてた札幌一番味噌ラーメンオンザライスと、水分少なめ、味を濃くして、そこにご飯を入れてかっこむという、本当太るしかないっていうような食事をずっとしてました。で私赤ちゃんの時からですね、よく風邪ひいておりまして、で抗生物質をしょっちゅう使ってたと、中耳炎なんかもやりましたし、で扁桃腺があんまりこう大暴れするもんですから、小学校の低学年ですかね、除去、アデノイドも除去してるぐらい、よく風邪をひきました。熱が出ました。で大食い早食いとありますように、太りやすい体質とありますね。実家が、私のおじいさんがシルクあんみつ屋を、東京の方でやってたということもあって、子供の頃からこうザラメで遊ぶような子供だったんですね。非常にこう甘いものが好きで、で甘いものはやっぱり悪玉菌の餌になりますね。ということで非常に太ってた。で思春期になって、やっぱこれはいかんということで痩せようと思った時に、大食いしちゃった反省で絶食をすると。で、大食い絶食、大食い絶食、そういうのを繰り返しているうちに、ひどい便秘になりまして特に大学行って、家を出てからですね、自分で食事をやるようになってから、本当もパンばっかり食べたりですね、菓子パンですね、ひどい便秘になって、でそれに随分も苦しみ続けることになるんですね。これはもう本当に、私今57なんですけど、本当にもう40代ですね、ずっと苦しみましたね。で、腸内細菌を改善すると、便秘治るということは分かって、で今本当に、楽しい腸活ライフを送ってるんですけども、で特にこれですね、腸内細菌っていうのはこの無菌マウスが開発されたことによって、科学的にいろんなことが分かってきたということなんですね。これちょっと本当無菌マウスかわいそうなんですけど、人間の太った人の腸内細菌を入れると、体脂肪が上がるとかですね、で逆に痩せた人間の腸内細菌を無菌マウスに入れると体脂肪下がる。でこれまた面白いんですけど、アスリートってやっぱり独自の腸内細菌を持ってるって言うんですね。疲労物質を餌にして、それをこうエネルギーに変えるみたいな、そういう大変便利な菌を持ってると。でそのアスリートの菌、これボストンマラソンの、アスリートの腸内細菌入れると、マウスの運動量も実際上がるとかですね。でこれ私自身ちょっとびっくりしたのは、統合失調症の患者さんの腸内細菌を無菌マウスに入れると、異常行動が起きてしまうと。つまり脳にもですね、
こう影響を与えてるんだということなんです。で私は当初は腸内細菌自分の便秘健康面から腸内細菌を考え始めたんですが、現実は脳に影響を与えてる、実はお子さんの賢さのこれ源にあるんじゃないかなとまで私は思うようになってます。でこれですね、腸内細菌の土台は3歳までにほぼ決まるということをこれ言われておりまして、これも非常に私衝撃を受けました。この図をグラフを見ていただけますと、横軸は出生、乳児期、離乳期、幼児期、青年期で老年期と、生まれてから死ぬまでにお腹の中の腸内細菌の菌の数、つまり腸内細菌は腸内で勢力争いをしてます。弱肉強食のどんな分布でこう変わっていくかってやつですね。で生まれたばかりの赤ちゃん、お母さんの産道を通って外界に出ると、で一気にいろんな菌をこう吸い込むと、でまず生後 3,4 時間でブワーッと増えているこの青い線ですね、これが悪玉菌といわれる、大腸菌。大腸菌はどんな環境でも繁殖する非常に強い菌だということで、まずはこれにやられてしまうと。しかしお母さんの母乳から出るこのビフィズス菌で、赤ちゃんの腸内は満たされていきます。で、赤ちゃんのうんち切れっていうのはこのビフィズス菌にこうほとんどこう、ね、満たされてって、でこう、いわゆる黄金時代が続くと。しかし離乳食ですね、離乳期になっていろんなものを食べるようになって、いろんな菌を取り込むようになります。これは多様性ということで非常に重要なプロセスなんですけども、で、ビフィズス菌やや減りで悪玉菌や他の菌、あるいは日和見菌なんてものもこういろいろいろんな菌が入ってまいります。で注目していただきたいのはこの幼児期、これがだいたい3歳ぐらいと言われますが、ここでだいたいお腹のバランスが構成比がだいたい決まってしまうということが一応言われております。でこのまま基本的にずっと青年期迎えて、で老年期になると今度は善玉菌が死んでいって、そして死を迎えるということでございます。ですから私このグラフを見たときに、これこそまさに幼稚園保育園の給食の現場で意識すべきポイントなんじゃないかと。やはり、まだお子さんのお腹の腸内細菌のバランスが整っていないこの時期に、やはり悪玉菌を増やすような、一番問題は白砂糖ですけども、ああいうものをできるだけ出さないというか、うちは出してませんけども、で逆に善玉菌の餌になるようなもの、食物繊維、特にさっきも言いましたこう海藻、水溶性食物繊維の代表であるこの海藻をやっぱり、好きになってほしいということで意識して出すようにしてます。で2番目、食育とは舌育であるというふうに書いてありますけども、舌、お子さんの舌って非常にこう舌には未来細胞というものがあります。でこれはとてもたくさんあって、子供にはとても敏感です。味の微妙な違いを感じることができます。ですから出汁の旨味っていうのを大人以上に敏感に感じるということなんですね。ですから私たち の離乳食には本当たっぷり昆布、かつお出汁もうたっぷりたっぷり使って旨味を出してますけども、その敏感な時期にお子さんの舌を育てたいと。でいろいろあるんですが、私本みりんと、たまたまこの三河みりんの会社の方とちょっとあるきっかけで知り合うことができまして、でこの本みりんを煮切ってみりん蜜で味付けできないかと、甘みを。で、白砂糖はもちろん使ってませんでしたけど、てんさい糖を使ってたんですね、ずっと。でそれもやっぱり砂糖は砂糖だと、いくら白砂糖より食物繊維、ビタミン B とか栄養はあるとは言っても、やっぱ砂糖は砂糖、もっと他の甘みはないかなということで、この本みりんを取り入れることにしました。これは三河本みりんさんの本社から直接もう大量に買ってですね、発注して、でそれをここに映像あるように大変なんですけどもね、本当に調理スタッフさんには
頭が下がります。私の意向を受けていただいて、最初ねやっぱりみりんで甘みが出るのかとちょっと不安があったかと思います。でも本当はすぐ取り組んでいただいて、で特に私たちの園の鯖の味噌に本みりんのみで作る鯖の味噌にもう最高です。でこのみりんっていうのはやっぱりアミノ酸も豊富ですし甘さも複雑です。深みがあるコクがあるその微妙な甘みをお子さんの舌で味わってほしいと、そこで覚えてほしいということなんです。やはりジュースのような果糖ブドウ糖液糖もうストレートに甘みがズキンとくるようなああいう刺激の強いものではなくて、こう微妙な甘みをやはりこの幼児期にこそ舌で覚えてほしいという願いがあります。あとこれケチャップですね。調味料も全部見直してたんですけど、実はこれちょっと盲点がケチャップでして、ケチャップとソースは あんまりこうちょっと意識なかったんですね。でやっぱり見るとやっぱり砂糖入ってると、で砂糖は悪玉菌の餌になる使いませんって言った手前、やっぱこれいけないんじゃないかということで、この、新しいケチャップ探したんですね。でこの値段は3倍でなるけども、大沢ジャパンのトマトケチャップというのを見つけまして、でこれ唯一砂糖を使ってないんです。ケチャップっていうのは砂糖非常にたくさん入ってるんですね。ですからその辺もやっぱりこう見直さなきゃいけないと。でこれ有機トマトを使っておりまして、それから甘みは麦芽水飴です。麦芽水飴、これが砂糖代わりということなんですけど、この麦芽水飴ね、古来より漢方薬に使われる強壮剤です。大腱中湯というですね、外科の手術後に、ファーストチョイスで使われる漢方薬があるんですけど、あれにもたっぷり入ってる強壮剤、それが麦芽水飴。それから2番目、天然の酵素から作成されていると。これ大量生産できないんですね。ですからちょっとお値段高めで、3番目に鉄とかリンなどミネラル豊富、栄養がたっぷりの甘みであると。そして4番目、血糖値の上昇が緩やか、言うことないなということで、還元水飴じゃなくてやっぱり麦芽水飴を使ったこのケチャップだからこそ、私は大沢ジャパンのケチャップ高いけど使おうということでやってます。ソースも大沢ジャパンのものに変えました。で3つ目、腸を整えるイコール脳を整えるということなんですけども、先ほどもちょっと言いましたが、無菌マウスは脳が育たないんですね。海馬ちっちゃいんです。ですから記憶力のテスト、こう行動のテストをさせると、もうあっち行ったりこっち行ったり全然記憶してない、ちょっと頭がですねあんまりよろしくないと。でその無菌マウスのお腹の中に正常な菌を、極めて幼いうちにですけどもね、大きくなるとダメなんですけど、幼いうちに菌を入れると海馬大きくなると、記憶力戻ってくるということも分かってます。ですからやっぱり腸内細菌が実は脳に非常に大きな影響を与えてるんだってことなんですね。でこの腸内細菌と脳の関係と、先ほども言いましたが、砂糖は悪玉菌の餌になると。その成分の LPS リポタトウと言います。この LPS が炎症を起こす、悪玉菌の菌にの構成成分にこの LPS というのが入ってるんですね。で悪玉菌が死ぬとこうパチンと弾けて、で LPS が飛び出すと。でこれが腸で炎症を起こす、で腸内をすり抜けて体内に入って炎症を起こす、で脳に行くと、うつの原因になったり、今アルツハイマーなんかの原因になるとも言われてます。その他あらゆる病気、体中の炎症、それこそ神経痛、関節痛、アレルギー、肥満、糖尿病、そんなあらゆるですね疾患の炎症、慢性炎症のもとがこの LPS だというふうに言われてます。やっぱりまずこの悪玉菌から出る LPS を抑えるって意味で、でやっぱり脳で炎症を起こすと、やっぱり知性的にもね、やっぱりちょっとあんまりよろしくないんじゃないかなというふうに思います。
でそれが関係しているかどうかわからないんですけど、まあ、これはですね、ペットボトル vs 水筒と書いてありますが、私ちょっと20年近く全国の高校とか中学校を回って講演するなんていう仕事もやってたんですね。まあ、コロナでもう全部やめてしまったんですけども、でその時高校の先生なんかとお話して、今みたいな腸内細菌の話とか白砂糖の話とかした時に面白い話というか興味深い話を聞きまして、例えば地方のですね進学校みたいなところ行くと、それこそいい大学を狙ってるお子さんも、それから就職希望だってお子さんも、みんな一緒にここその高校しかないから通うわけです。ですから成績順にというか進級組とそれから就職組とこうクラス分けるんだって言うんですね。でこれ宮崎県の進路の先生に伺ったんですけど、そう言われれば進学組の教室のゴミ箱にはペットボトルがないって言うんです。みんな水筒持ってきて、でこうマイボトルでなんかお茶飲んでると。ところが就職組のクラス行くとゴミ箱にこうペットボトルが溢れてる。みんなこうね、それこそ朝行くとこう朝からコーヒー牛乳飲んでて、で昼はなんか午後の紅茶飲んで、で部活終わったらコーラガブ飲みしてると、砂糖漬けだと。でそんなあるんですかってことで、私ちょっとですね高校行くたびにその話をこうしたことがあるんです。でやっぱりですねある教育困難校に行った時に、それそうですと、私前任校進学校でしたけど確かにゴミ箱ペットボトルないですと。で今うち教育困難校ですけどもうペットボトルだらけと。でこのペットボトル、まあ、甘い飲み物っていうのは加糖ブドウ糖液糖がもうほとんどですので、血糖値ピューンと上げるんです。でそうするとあんまり高い血糖値よろしくないので脳が指令を出してインスリンを出す。インスリンが急にキューッと下げる。で下がりすぎるとこれまた脳が危機を覚えて、でまたこうねこう上げて上げてってことでこう甘いもの飲んでまたピューッと上がっちゃう。ぎっこんばったんと。でこれ血糖値スパイクと言いますね。でこれは自律神経が司ってます。ということは血糖値が激しく変動するということは、そのお子さんの自律神経が変動してるってことです。交感神経、副交感神経、交感神経、落ち着かないんです。つまり情緒が不安定になると。そうすると集中できない勉強に。でこれ大きな問題です。やっぱり情緒の安定っていうのはやっぱり一つの問題に粘り強く取り組むですね、非常に重要なポイントになると思います。でいくらしっかりやろうってね、先生も怒ってるし、お母さんも言われるし、自分も頑張りたいしって思っても体が言うこと聞かないと。ですからただ単にこう教育とかそういうの指示するだけじゃなくて、やっぱり食べ物から習慣から変えてってほしいなっていう、そういう願いもあります。まあしかしね、お子さんが中学高校に行くと友達付き合いもあるし、まあジュースも飲むしとあると思うんですね。しかしこう幼児期にね、まあ、例えば私たちの園で甘みはみりん水とかですね、そういう昔の味を覚えておいてほしいんですね。でいつか戻ってきてほしいと。そうすればやっぱり成人病も予防できるし、で情緒も安定するし、やっぱりその辺を私狙いたいんです。でこれカリフォルニア大学のロサンゼルス校エメロン・メイヤーという先生ですね。これは脳と腸の相関を研究している方、この方の本を読んでいたらですね、これ非常に興味深い。その人の MRI 画像を見れば、だいたいその人の腸内細菌の分布が予測できちゃうんですって。そこまでに通っちゃうって言うんですね。ですからやっぱり腸と脳の相関ということですね。単に腸ってね、健康のため免疫のためだじゃなくて、やっぱり知性ですね、情緒とか知性に非常に大きく関係してまいります。まあ、そういった意味でも、まあ、幼稚園保育園のこの時期からですね、単に美味しいこれ嫌いだけじゃなくて、食べたものがお腹の中でうんちになるときに腸内細菌がどう関係してるかと、
いうとこまでなんかこうちょっと印象付けたいなという思いで私あのエプロンシアターやっております。はい、まあそんな思いでやっぱり単なる食育じゃなくてやっぱり腸から考えた食育ということでやっておりますので、これは私の、まあ、一番最もですね、まあ、力を入れているポイントかなというふうに、考えております。はい、以上でございます。